はい、どうも皆さんこんばんは、リーベイです。 e フットボールウィニングイレブン2020体験版をやっていこうと思います。プレス丸なんですけども、ですね、2020の体験版が来てることに気づかなかったんですね。7月の30日に来てたんですけど、なぜ気づかなかったのかよくわかんないんですけど、やっと気づいたということで、現在8月の11日に撮っております。ではキックオフで早速ローカルマッチを、さっきやってたんですね。ちょっとで確認してたんですけど、やっぱすごいね、ウィーレ2020すごいねっていう話ですね。2018をやってて、で2019は持ってないんですけど、でこの2020の体験版をちょっとやったら、いやまあすごかった。で今回ユベントスとバルセロナで戦いますか。で、自分はユベントスでクリスティアーノ・ロナウド選手、見てください、この人間のクオリティ。本当に2018からもうこれ以上クオリティ良くなるのって一瞬疑ったんですけど、まあすごかったですね。とりあえずやっていきましょう。キックオフです。さあ、このフィールドといいね、まず思ったのがですね、芝の感じ、まあ、この入場画面もそうなんですけど、この人のクオリティ、そしてスタジアムの歓声とかね、あと芝のクオリティとかが、ほん見てください、これすごくないですか。2018でこんな、なんか芝の深みっていうのが今まで見られなかった気がするんですけど、そこをさらに表現してきて、でこの観客とかね、観客も多分レベルアップというか、よりリアルになっている気がするんですね。でまあ今実況はないんですけど、まあ体験版なんでね、でこれ製品版買うと実況がついて、いやこれは楽しみですね。でそしてこのフォーメーションとかも、テレビ中継のようなカメラじゃないカメラもそうなんですけど、本当になんかテレビ中継を見てるかのような感じですよね。それではやっていきましょう。はい、でちょっとカメラ設定を少しいじってたんで、最初の初期設定に一回戻しますね。ヒント、コンセプトアレンジ、コンセプトアレンジによってチームに様々な指示が出せます。まあこれはいいか、一旦は普通に試合やりたいんで、ちょっと待ってくださいね。でカメラ設定が今カスタムにしてるんですけど、確かですね、スタジアム、これか、スタジアムってやつ、これがすごかったんですよ。多分これ初期設定だね。これでいきましょう。これ結構リアルになってたんで、本当に。あ、で、自分たちか。はい、行きましょう。これ本当テレビ中継みたいな感じで、まあ、2018にもあるかもしれないんですけど、いや、すごいよね。2019ってこんな風になってんのかな、まあ、体験版やったような記憶があるかないか微妙なところなんで、2020はしっかり買ってやりますよ。で、この何？ああ、やべえ。ミスった。この、選手一人一人の動き？本当に、リアルのサッカーをさ、来た。シュート？惜しい。本当にリアルのサッカーやってるみたいでさ、いや、本当進化するんだなって。2018でも、これ以上あるの？って思ってたんですけど、いやー、進化は止まらないですね。はい、パスして、なんか本当に普通のサッカーの戦術がさ通りそうな感じで、でユベントス選手あんま知らないんですけど、まあロナウドがいるっていうところで使っております。下げて、後ろ下げて、ピアニッチ、ピアニッチここにいるんだね。はい、いやマスターリーグ何のさ、お、上がれ上がれっていう指示が出てますね。どうしようかね、マスターリーグの、ちょ待って、メッシやばい、いやファールか。メッシもすごいリアルでさ、まあ選手一人一人リアルなんですけど、いや3人がかりすごい。
さ、本当に2020のマスターリーグをどのチームでやるか。決められた。メッシやるな。かっこええな。実況がないから盛り上がりに欠けるかもしれないけど、いや素晴らしいね。あー、ちょっとリプレイ見ましょう。完璧じゃん。メッシ、いやさすがですね。もうこれはお見事、拍手といったところ。相手はスーパースターですね。一応まあレジェンドも選択はできなかったんですけど、一応一番上のスーパースターでやってます。まあ、2試合ぐらいしかまだやってないんで、でまだ勝ててもいないんで、ちょっとこれ勝ちたいですけど、いきなり決められましたね。本当にリアルだな。これ本当楽しみ。製品版が右サイから縦入るか、来たか、いけ、惜しい。こういうのもリアルになってるんで奪えるかもしれないんですよ。さあペンタンクールだね。守備しっかりして、ナイス、取った。ロナウドいけるか、ロナウド走れ走れ、ロナウド走れ。オッケー。カメラアングル若干見づらい部分はありますけど、いけるかロナウド、厳しいか。回してって立って仕掛けてクロス上げれない。さあこっちか。試合時間はちょっと短くなっちゃうんですけどね、体験版なんで。ロナウド惜しい、ナイスヘッドだね。さあ前半メッシに点を入れられましたが、ちょっとカメラアングル変えて後半やってみますか。まあこれで後半始めて、カメラアングルを変えましょう。このダイナミックワイドが一番やりやすかったかなっていうところですね。このぐらいでいっか。うん、いつもの感じが多分こんな感じなんで。いやー、ほんと楽しみ。あと1ヶ月で発売なんでね。まあ、うまく待っていきたい。そして、お、いいシュート打つな。危ないね。で、ここ今、この場面でも選手交代が選べるんで、こうやって。これなかなか面白いですね。いい機能だと思いますよ。はい、そして、コーナーキック。バルセロナは背の高い選手がそんなにいるとは思えないんで、よし、ナイス。ただ守備しっかりしていこう。いやー、いいパス。ジョルディアルバ。はい、守備ナイス。ペンタンクールナイス。縦入れて戻します。ユベントスでやってもいいかもな。まあ今までそんな強いチーム使ってこなかったんですけど、エバートンとかね、シェフィールドはどのぐらい強いか分かんないですけど、現実だと2部リーグだよ多分。一部だったら申し訳ないけど。さあファールがあって、まあここは普通に繋いでいきましょう。まあ、この辺は2018とそこまで変化はないんですけど、やっぱ動きが一個一個本当リアルになって、クロス上げて惜しい。ロナウドいいクロス上げるやん、さすが。ミスをしやすい状況、ダッシュしている、トラップせずにキック、体の向きと、ああそうね、多分こういうのもリアルになってるんで、まあ2018から結構リアルにはなってるんですけど、さらにね、リアルさが増してよりリアルにね、なっていると思います。
ちょっと2020頑張りたいな。オンライン対戦もね、まあ、今2018やってる人そこまでいると思えないんで。来た、縦入れてロナウド、これフェイントを使いたいんだけどな。ちょっとね抜けないんだよね、フェイントをね。そろそろ2020からまあ覚えていかないとちょっときついかもな。でほらスルーとかもなんかボタン変わったのかな。ロナウドに合わせよう。ヘディングして落として、ちょっとシュート打てる状況ではないな。こういうパス、大きく異なる方向にパスをしようとするとやっぱミスるね。いやーなかなか抜けない、これ難しいな。スーパースターに勝てるかな。85分、ちょっと危ないな。点取りたいけど厳しいかな。ドリブルしかしてないな、なんか決めれないな。いやー終わった、ナイス。しかしメッシの素晴らしいシュートがありましたね。はい、そんなわけでですね、ヌイレの2020、このメッシの素晴らしいフリーキックがありましたが、ちょっと練習をして、でまあ2018は次のシーズンでラストにします。次のシーズンってか今シーズンか、だからもう一本上げれればいいかなっていうところですね。はい、まあシャープ30で終わろうとは思ってるんで、30まで行くかあと2つやろうかなっていうところですね。はい、そんなわけでまた次回のウイーレ2020製品版ですね、次は多分。まあ練習してってもいいけど、この練習体験版練習ライブみたいなやってもいいかもしれないけど、まあちょっと考えます。支配率すげえな。はい、そんなわけでウイーレ2020の製品版まで待ちたいと思います。お疲れ様でした。さようなら。